えー、まあ後味が悪いと言いますかちょっと悲しいお話なんですねでこの体験者の方50代の女性なんですけれどもこの方ですね幼い頃からちょっと水にまつわる体験が多いそうなんですでこの女性がまだ小学生の頃だったって言うんですけどある時期からご両親 ちょっと仲が悪くなりまして、えー、お父さんほとんど家に帰ってこなくなったそうなんですでそんなある晩いつものように夜ねこの女性、まあ、幼かった彼女、えー、部屋で寝てたんですが夜中キュッという蛇口をひねる音で目が覚めるとその後にトッ,トッ,トッ,トッとにと水滴の漏れる音がする。 でそれ聞いて彼女を起き上がってああもしかしたら今お母さんが洗面所で、えー、顔を洗ってんのか歯を磨いてんのか、えー、何かしてるんだろうなそう思って起き上がって洗面所に向かうんですがそこにお母さんいないんですでもやっぱりタッタッという水滴の音が聞こえるあれこれ一体じゃあどこから聞こえてんだろうと思って奥の部屋行って彼女びっくりしたんですお母さん首つってなくなってるんです でそのご遺体から排泄物が下の畳にタっタタと落ちているでそれからっていうものなんですけどこの女性時折頭の中にこの蛇口をキュッとひねる音が聞こえると必ず嫌な思いをしてたんですと、えー、その後彼女大人になって上京してきまして でそんなある日、昼間、ですね電車に乗ってたって言うんです、えー、彼女、座りながらいつしかうとうとしてたんですがある瞬間、またきゅっという音が聞こえるでその後ジじゃーっと水の漏れる音がするんですなんですけどあまただともうこれ以上嫌なものを見たくないそう思って彼女、目をつぶり続けるんですがそのうち自分の周りからうわーという 悲鳴が聞こえるで思わず彼女ねたまらなくなって目をふっと開けると彼女の左斜め向かいの釣り側に捕まってた男性がその場で血を吐いてるんですでそれを見た周りの乗客たちが大騒ぎしているで駅に着いた途端他の乗客の方たち駅員さんを呼びになんですが彼女そのまま電車から降りたとおそらくあの人はもう助からないだろう まあはっきりとそういった確信があったそうなんですまあなのでね彼女それ以来水っていうものがもうとにかく怖かったなんですけどある時この女性、まあ、いい縁に恵まれまして結婚したんですでこの結婚相手の男性まず名字が素敵だった「吉水さん」という名字「吉に水」と書くあこの人と結婚すれば何か私の人生良くなるんじゃないか まあそう思って結婚しましたら案の定それ以来あの蛇口をひねる音がピタッと聞こえなくなったとそれから何年経ったのかまあその晩もね彼女を眠ってたんですがまたキュッという音のあとジャーッと水の流れる音えっと思って目を覚ます夜中なんですでその時間 仕事から帰宅した旦那さんがお風呂に入ってる時間帯、まさかと思いながらお風呂場行ってみましたら、案の女、旦那さん、お風呂の中で亡くなってたんです。でそれからっていうものを、この方ね、ひどく、えー、気落ちしたそうで,で、もうお風呂に入るのも怖い。湯船にお湯を温めて入った後、彼女、水を抜く。でこの 排水溝に水が吸い込まれていくで。その最後の一滴がなくなるまで、じっとその様子を見つめ続けるような、えー、そんな日々を送っていたと。まあ、でもどうしても亡くなった旦那さんのことが忘れられない。いつかまた私はあの人に再会したい。そう強く願ってたんですが、ある晩、またキュッという音、でその後に、 と水滴の垂れる音ただ、もう、あの人もいないはず。自分にはもう誰もいないはず。周りで亡くなる人なんて、もうこれ以上私にはいないのに。そう思って目を開けると、目の前に亡くなった旦那さん、立ってるんです。ただ、この旦那さん、ずぶ,ずぶ濡れでしてで、髪の毛からその雫がポタッ、ポタッと垂れている。この旦那さん、 布団の中で横たわっている彼女を上からじーっと見つめている。あれほど会いたいと願った旦那さんが今目の前にいる。本当にこの女性、嬉しかったそうで。もう一度この人に本当に会えたんだ。えー、そう思うんですが、旦那さん、やっぱり一言も発せず、ずーっと彼女を見続けている。 ただね、こういう階段なんかで幽霊見た時ってそのうち煙みたいにふわっと消えてしまうとかそういうのあるじゃないですかなんですけどね私の主人10分経っても20分経ってもずっとその場に立ち続けて私のことを見下ろしてるんですでね私あれほど旦那に会いたいと思ってたのにある瞬間ものすごく怖くなったんです私、 そのうちふっと意識が途切れたのか気付いたら朝だったんですもちろんそこには誰もいないでもねあの日再びあの旦那を見てから私もう二度と旦那に会いたくないって思ったんですよね、まあ、彼女なぜこの水にまつわる、えー、不幸な体験をするのかいまだにわからないんだそうですが、えー、ちょっと救いのないと言いますか 悲しいお話を聞いていただきました。